こんにちは、ハカです。今日ご紹介するものは、私2022年年が明けて初めて買った買い物なんですけど、それがこちらなんですよ。グリーン&ゴーというブランドの蓋付きマグカップになります。寒い時期になると温かい飲み物を飲みたくなりますよね。で、部屋で作業をしていて温かい飲み物が常に手元にあったら、まあ非常に快適になるかなと。でも、まあコーヒー入れたり紅茶入れたりしてもすぐぬるくなってしまうんですよ。なので、こういう蓋付きのマグカップがあれば、まあいつまでも温かい状態を維持できるんじゃないかと、そういう考えでマグカップ探してました。近所のスーパーで見つけたのがこれだったんですよね。実際このグリーン&ゴーの蓋付きマグカップ、私は599円、まあ約600円で購入しました。で、まあ600円ぐらいだったら失敗してもいいかなと思って買ってみたんですけど、これがまためちゃくちゃ良かったんですよ。まあこれがあまりにもいいよって私がずっと言い続けてるもんだから、2日ぐらい経ってうちの奥さんこれ買ってきたんですよ。で、こっちはですね、ココカフェというブランドになるんですよね。ただこの2つほぼ同じものです。まあグリーン&ゴーとココカフェって書いてはいますけど、どっちも販売元の会社は一緒なんですよね。なので、まあ全く同じものとして捉えてお話ししたいと思います。それではまず基本的な保温と保冷の能力から見ていきましょう。一応箱にも書いてはあったんですけど、こちら1時間後に75度以上の温度をキープできるっていう保温能力があります。また保冷の場合は1時間後に7度以下に保冷するよっていうことができるというふうに、まあ、記載がされてるんですよね。保温と保冷の能力だけでもかなり高いなという感じなんですよ。で、構造としてはこれですね。中身はステンレスですね。外側がこのザラッとした塗装されてるんですけど、まあ外側もステンレスなんですよ。で、このステンとステンの間に真空断熱層が入っているということで、まあ保温保冷の能力が高いということなんですね。さらに真空断熱層があることで結露も全くしません。で、そこへ加えてこの蓋をすることができるので、まあ、非常に保温能力が高くなるんですよね。夏場の保冷の場合は蓋なくても結構保ってくれるんですけど、やっぱり保温の場合って熱がどうしても上に逃げていくので、この蓋っていうのが欠かせないんですよ。そしてこの蓋もですね、結構いいんですよ。このスライド式になってて、スライドするとこの飲み口が出てくるんですよね。で、このスライドの感触も良くて、すごい軽い力で開くんですよね。で、たまに跳ね上げ式とかあると思うんですけど、まあ、それよりも軽くスッスッと開くし、まあ、もちろんこの飲み口開けたままでもいいですし、まあ、しっかりと保温能力高めたい時は閉めておいて、まあ、飲む時だけ開けるっていうところがいいと思います。私がこれ気に入った理由としては、この形状にあるんですよね。このどこをとっても丸い感じのこのコロンとした可愛さがいいのと、取っ手が抜群にいいんですよ。この丸みが指に痛くないんですよね。すごくスッと馴染む感じがします。で、3本入れてちょうど小指をこう下で支えるような感じにすると、もうジャストフィットなんですよ。すごい自然に持って口に運ぶことができるんですよね。ちなみにそこまでの保温能力がいらないっていう時は、この蓋を外してもしっかりと飲み口に当たる部分が丸くなってるんですよ。ここの配慮も嬉しいんですよね。よく蓋付きのものっていうのは、蓋を外すとここにこうネジが切ってあったりとか、あとちょっと鋭利になっているっていうものが多い中で、この蓋を外しても飲み口、口当たりが柔らかいっていうのがすごくいいです。あとは質感ですよね。これ、まあ上のプラスチックの部分は無塗装で黒ということでしょうがないかなっていう部分もあるんですけど、下の塗装部分はなかなかに
高級感あるんですよね。600円で買ったとは思えないほど、まあ、綺麗な質感をしています。まあ、このグリーン&ゴーっていう、まあ、ロゴもですね、まあ、非常に主張が激しくなくていいのかなと。まあ、そんなこんなで私2021年にこれを買っていたら間違いなく年間の買ってよかったランキング第1位になっていたと思うんですよね。まあ、私買ってよかったランキングっていう動画上げたことはないですけど、まあ、いろいろ買い物してるんで、まあ、これは良かったなとかこれはいまいちだったなっていうもの結構あると思うんですよ。その中で、まあ、2022年最初の買い物としてものすごい満足のいく蓋付きのマグカップ手に入れることができました。まあ、これが非常に気に入ったなというふうに思ってて、まあ、奥さんもこれココカフェのもの買ってきたなというところなんですけど、もう夫婦2人で気に入っちゃってもう洗う暇もないくらいなんですよ。まあ、一杯飲んで次何か入れようと思った時にまたこれ使いたいと、じゃあまた洗って使いましょうかみたいなことをやってて、まあ、大変だなと思って、買い増ししちゃいました。夫婦二人で、まあ、二つずつ持っていれば、洗い替えがあったりとか、何かと便利かなと思ったんですよね。で、こっちの二つがグリーン&ゴー、こっちがココカフェになるんですけど、まあ、どうでしょう。見た感じ全部同じで、色だけ違うように見えますよね。で、ココカフェはですね、やっぱりこのザラザラっとした質感の塗装なんですよ。ブラックも、こうサラサラっとしたすごいなんか高級感のある手触りなんですよね。で対してココカフェの方は若干つるっとした感じです。まあ、つるっとしていてもマットな質感なんですよ。まあ、あんまり光を反射しないような感じ。あとは若干このホワイトのものもこのココカフェの方が若干クリーム色っぽくて、グリーン&ゴーはもう真っ白っていう感じでしょうかね。カラーバリエーションはそれぞれこちらのココカフェがホワイトとネイビー、グリーン&ゴーがホワイトとブラックというようになっています。まあ、単純に蓋がついてあったかいのが続くっていうだけの商品ではあるんですけど、ほんといいです、これ。で私はこの4つに関しては全て近所のスーパーで手に入れてるんですけど、 Amazon でちょっと見てみたらココカフェのこちらに関しては取り扱いがありました。まあ、若干やっぱり通販の方が高いかなっていう感じはしますけどね。グリーン&ゴーに関してはオンラインでの販売っていうのはちょっと見つけられなかったんですよね。まあ、販路が違うから別のブランドとして用意してるなんてことは、まあ、メーカーの製品では結構あることなので、まあ、そういうことなのかなと。だから私はグリーン&ゴーのこのザラザラっとした塗装がすごくいいなと思うので、どちらかというとココカフェよりもグリーン&ゴーをおすすめしたいなとは思います。本当にこれ動画化する気なかったんですけど、もうすごく良かったんでやっぱり動画にしようというふうに思って今皆さんにお伝えしようと思いました。でぜひ一度試してほしいなと思うんですよね。これまず取っ手がすごく柔らかくて持ちやすい、そのふっとこうスッと馴染む感じ、そして口当たりが柔らかい、もうそれだけで、まあ、いいなっていうふうに思うんですよね。でさらにこの、ザラザラっとした塗装の面とかが非常に高級感があるなというふうに思いますし、この、白と黒のカラーバリエーションもいいと。でココカフェに関してはこのネイビーも深みのあるネイビーで、若干これツヤがあるの分かりますかね。マットな塗装ではあるんですけど、割とザラザラはしてないという質感でしょうか。これはこれでいいのかなと。まあ、気分を変えていろいろ使ってみるには面白いかなというふうに思います。2022年の初めての買い物がすごく良かったので私としては大満足です。ぜひこちらのマグカップ探してみてください。そしてよかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。ではでは。